はい、お疲れ様です。今日は8月6日だったよな。はい、8月6日です。はい、いや、久しぶりにちょっとビール飲もう。で、本日はこれも有名なブルームーン、これ有名なやつですよね。はい、ブルームーンは、いや、飲もう飲もう。まず飲もう。いや、ずっと最近ビール飲んでなかった。家では飲んでなかった。いただきます。ああ、うまい。え、何これ。あ、これ別に回して開くよっていう話か。ブルームーン。はい、ブルームーンはアメリカです。全米でナンバーワン。ワインのように楽しむ白ビール。だそうです。へえ。でもこの間飲んだ、ヒューガルデンのホワイトビールの方が、ホワイトビールだったら、そっちの方がホワイトビールらしいホワイトビールっていう感じがするかも。うまい。うまい。じゃあ、一応。はい、4つ目。誰も別にこれ 期待してないよね、これ 誰も別にこれが埋まろうが何だろうが全然どうでもいいもんね、別にね。それはリーチです。今リーチ、今毎回適当に、選んでないので、毎回適当にほぼ見ずにただ1本ずつ引いてるので、今もう僕はリーチですね。今ダブルで。これか。今日はね、レッスンがあったんですけど、ずっと通ってくれてる生徒さんが最近卓球にはまっているらしくて、レッスン終わった後これから卓球を打ちに行こうと思うんですよ、なんて言ってたもんだから、で、ちょうど自分も、レッスンが終わった後にジム行こうと思ってたんで、あ、じゃあ俺も行こうかなと思って、卓球をね、一緒にやってきました。自分はね、ロサンゼルスの学生時代、音楽学校で、ギターを勉強してたんですけど、当時ね、多分今は違う、今はどうかわかんないけど、当時のロサンゼルスミュージックアカデミーっていうところは、なんか超でかいプレハブみたいな、なんか建物が校舎で、で、1階にその授業をやる部屋というか教室があって、2階は割となんかソファーがいくつも並んで、ちょっとみんなくつろげるスペースが広くあったんですよ。で、そこに卓球台があって、で、なぜかそのラマの生徒さんたちはその授業の間になぜかみんな卓球にはまるっていう、そういう習慣みたいのがあって、で、当時自分も卓球めちゃめちゃハマって、で、もう授業がすごいもう大変になってくるから、後半は。当時自分が行ってた時は1年のプログラム、1年で完結するプログラムだったんですけど、多分ね、半年ぐらい過ぎてからめちゃめちゃ難しいというか、めちゃくちゃ大変なんですよ。最初から大変っちゃ大変なんですけど、特に半年ぐらい過ぎたあたりからめちゃめちゃ大変で、で、そもそも1年間でやるような内容ではないし、普通に多分音大で4年間かけてやるようなことだと思うぐらいの量を1年間にギュッて詰め込んでるから、めちゃめちゃ大変で、そのストレスから逃れるためにかわかんないけど、めちゃめちゃ卓球が楽しくて、練習にもううわーってもういっぱいいっぱいになったら、とりあえず卓球で気分転換するみたいな時期を過ごしていたので、卓球めちゃめちゃ楽しかったんですよ、その時は。で、それ以来多分14、15年ぶりじゃないかな、卓球やるの。めちゃめちゃ楽しかったですね。
で、その生徒さんは卓球部の人だったみたいで、めちゃくちゃ上手くて、で、上手い人とやるとこんなに楽しいんだっていうぐらい卓球が楽しくて、その打って帰ってくる球がすごい毎回安定してるから、すごい打ちやすいし、で、どんな変なね、自分がこう変な球打ってもちゃんと返してくれるから、割とこうラリーが続くし、めちゃくちゃ楽しくて、で、まあちょっと池袋の穴場スポット的なところで卓球をやったんですけど、もうね、あっという間1時間が、で、1時間600円だったかな、1人めちゃめちゃ楽しかったですね。だからね、ちょっとまたその生徒さんとは卓球行こうって言って、もう下手したらちょっとマイラケット欲しいかもしれない。これはなんかね、3万円ぐらいするらしいんですよ、どうやら。で、当時ね、自分がアメリカにいた時に使ってたラケットも、その知り合いの中国人の知り合いがいて、台湾人だったかな、にお願いして、その中国の卓球選手のコーチかなんかが知り合いにいるとか言って、その人にわざわざ発注して、割とすごくいい、なんだろうな、ラケットを買ったんですよ。で、何人かそれで揃えて、そのあまりにね、そのなんだろうな、学校に置いてあるラケットはもう木の板みたいなレベルのやつだったから、ちょっといいやつ欲しいなと思ったら、すごくいいやつを作ってくれて、それでね、やってたんですけど、それどこ行ったんだろうな、俺のラケット。いや、ちょっとラケット欲しいな。卓球ハマるな、これ。めっちゃ楽しかったな。まあちょっと卓球の動画がどれぐらい使われるか分かりませんが、めちゃくちゃ楽しかったので、また次回も卓球やりに行こうと思います。はい、じゃあ今日はこんなところで終わりたいと思います。じゃあお疲れ様でした。